F-35 戦闘機エンジン整備拠点が、IHI 社みずほ工場本格運用開始との情報をキャッチしました。今回は、IHI 社 F-35 エンジン整備拠点本格始動を詳しく見ていきます。アジアでは、日本とオーストラリアのみ、アメリカが信頼する国にしか置かないよね。先日の2023年7月頭に、現在のアメリカの同盟国や友好国が調達可能な唯一の、いわゆる第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2について、機関部を制御する部分のトラブルを回避のため、暫定的な対策部品の組み込みが行われたことが明かされた。アメリカ側の説明によれば、これは共振現象が原因で、機関部の制御に関わる配管が破損する危険性が生じる恐れに対処するための対策であり、2023年3月に保有国すべてに通達を発して、暫定的な対策を依頼したものとされる。日本では航空自衛隊においてこれまでに F-35 ライトニング2について通常滑走路使用の A 型を105機、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型を42機の合計147機の調達を計画していることもあり、同機の安全で安定的な運用は必須の課題となっている。こうした不測のトラブルが発生する可能性と、その暫定的な対策の完了が報じられることと並行して、この2023年6月末には、F-35 ライトニング2専用の機関部の整備拠点が、日本でも本格運用を始めることが、防衛省を通じて公表された。今回発表が行われた、F-35 ライトニング2専用の機関部の整備拠点とは、東京都の西多摩郡瑞穂町に所在する IHI 社の瑞穂工場内に設置されていたもので、これ自体は2017年3月にすでに一部の稼働を開始していたものでもある。アメリカのロッキード・マーチン社が主体となって開発が行われた F-35 ライトニングには、アメリカ空軍が構想した JFS。統合打撃戦闘機計画を実現すべく開発された機体で、高いステルス性能を持つ多用途戦闘機として、西側諸国を代表するものとなっている。F-35 ライトニングには、基本となるプラットフォームを採用しながら、前述のように、通常滑走路使用の A 型、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型、航空母艦のカタパルト運用に対応した C 型という3つの異なる形式の機体としてリリースされている。西側諸国では唯一導入が可能ないわゆる第5世代戦闘機であるため、日本を含みこれまでに多数の国が採用を決定、今まさに調達を進めているが、その中心はやはり大半が通常滑走路使用の A 型であり、C 型は本国のアメリカのみの導入に止まっている。短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型は、アメリカは、元より日本をはじめ、イギリス、イタリア、シンガポールで採用されており、そして、これに韓国が加わる可能性があるが、まだ、本決まりという段階には至っていない。F-35 ライトニングには、JFS、統合打撃戦闘機計画で打ち出したコンセプト通りに、アメリカ空軍では、マルチロール機である F-16 ファイティングファルコン、攻撃機である A-10 サンダーボルトを A 型で代替することが基礎されている。これに加え、アメリカ海軍では、航空母艦艦載機の主力戦闘機である F-A-18 スーパーホーネットを C 型で、主として、海兵隊が、強襲揚陸艦で運用中の AV-8B ハリアー2を B 型で置き換える方向で進めており、これまでに類を見ない機体となっている。イギリスでは、BAE-C ハリアーを B 型48機で、カナダでは、同国使用の F-A-18 ホーネットである CF-18 を代替する機体として、
A 型88機を調達する計画を進めているが、数量的には、日本の合計147機は、本国アメリカに次ぐ規模となっている。F-35 ライトニング2が、従来の戦闘機の枠を超えたコンセプトの下で開発されたことは、その生産体制にも反映されており、大元のロッキード・マーチン社に加え、アメリカのノースロップ・グラマン社、イギリスの BAE システムズ社も、製造の中核を担っている。これら3社の企業は、F-35 ライトニング2の根幹をなす、機体本体、操作システム、各種のアビオニクス類を担当を決めて、製造を行っており、最終的な仕上げを、大元のロッキード・マーチン社が実施し、世界に供給している構図ではある。F-35 ライトニング2の展開については、開発パートナー制が敷かれており、SDD、システム開発実証時点からの参加国は、イギリスがレベル1、イタリア・オランダがレベル2、ノルウェー・デンマーク・オーストラリア・カナダ・トルコがレベル3と分けられていた。しかし、トルコはアメリカの反対を押し切って、ロシアンから S-400 地対空ミサイルの調達を強行したため、F-35 ライトニング2の引き渡しを凍結されており、イスラエルとシンガポールが保全協力国の座を与えられている。また、ドイツなど遅れて、F-35 ライトニング2の調達に加わった国の一部は、SDD、システム開発実証にも未参加だったにもかかわらず、同機の一部の製造を担う、サプライチェーンへの参画が決まり、当初の計画は、形骸化した感も否めない。今や、西側諸国の、いわゆる第5世代戦闘機の需要を一手に引き受けることとなった、F-35 ライトニング2について、その製造と整備を軌道に乗せる上では、海外におけるこれらを実行するための拠点の整備が欠かせなくなっている。そのために、まず、アメリカの本国のテキサス州は、フォートワース工場に加えて、最終的な機体の組み立てと検査を実施する FACO、ファイナルアッセンブリ&チェックアウトと、呼称される拠点が、イタリアのカーメリと、日本の名古屋に設置された。日本におけるこの FACO、ファイナルアッセンブリ&チェックアウトは、三菱重工業者の名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場に併設される形で、2012年末に稼働が開始され、F-35 ライトニング2の生産に従事している。この FACO、ファイナルアッセンブリ&チェックアウトにおいては、F-35 ライトニング2のロッキード・マーティン社製の胴体全部、操縦席、主翼、ノースロップ・グラマン社製の胴体中央部、BAE システムズ社製の胴体後部、IHI 社製の機関部を組み上げる形となっている。この FACO、ファイナルアッセンブリ&チェックアウトでは、F-35 ライトニング2の A 型の生産のみに特化して、作業が行われており、さらに話は前後するが、2014年には、ここは、同機の国際整備拠点たる MRO&U、メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードを兼ねることとなった。国際整備拠点たる MRO&U、メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードは、北米方面を、アメリカ、ヨーロッパ方面を、イタリア、アジアを、この日本とオーストラリアに設置する拠点でカバーする計画である。ただし、現状の F-35 ライトニング2の採用数を考慮した場合、ヨーロッパ方面がかなり増加することが予期されているため、今後は、さらに、イギリス、オランダ、ノルウェーにも、この MRO&U、メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが追加設置させる可能性が示唆されている。さて、このように、日本国内でも、F-35 ライトニング2の生産、製造体制への協力が推進されているが、冒頭で挙げたように、東京都の西多摩郡瑞穂町に所在する IHI 社の瑞穂工場内では、その機関部の最終組み立てとテスト運転が可能となっている。
F-35 ライトニング2の現行の機関部は、アメリカのプラット&ホイットニー社が開発したターボファン方式の F-135 エンジンであり、IHI 社の瑞穂工場では、航空自衛隊が1年に調達を予定している6機分の供給能力を確保している。IHI 社では、この瑞穂工場に止まらず、一部のパーツを同社が持つ福島県の相馬工場及び、広島県の呉第2工場でも製造する体制をとっており、日本を代表する航空機エンジンの製造企業として、その生産体制を支える存在となっている。